本日のメインイベント3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより挑戦者アジャコック選手の入場です。選手権保持者豊田真奈美選手の入場です。本日のメインイベント3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者230パウンズアジャコンク。赤コーナー選手権保持者フリーダムフォース155パウンズ、トヨタ真奈美。レフリー、ボブ矢沢。
試合時間5分経過、5分経過。Yeah.
お気をつけください。大丈夫なら来てください。お下がりください。危ない、下がってください。全身使ってます。来てお下がりください。危ない、下がってください。どいてあれ、どいてあれ、どいてお気をつけください。お下がりください。危ない、下がってください。選手には近づかないようにお願いいたします。危険です。お下がりください。お気をつけください。選手には近づかないようにお願いいたします。危険です。お下がりください。危ないです。下がってください。お気をつけください。お気をつけください。危ない、下がってください。椅子の上に立ってる方、椅子の上から降りてください。椅子の上から降りてください。頑張れ、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 頑張れ。Thank you.
試合時間20分経過、20分経過。22分45秒、浦和県からの片指固めでアジャコング選手のコール勝ち。これまして挑戦者アジャコング選手タイトル奪還でございます。認定賞アジャコング殿、あなたは札幌中島体育センター別館で行われた 3WA 並びに全日本女子プロレス協会認定 3WA 世界選手権試合で見事勝利を収めチャンピオンに返り咲きました。ここに認定したチャンピオンベルトを送り、その栄誉を訴えます。平成4年6月27日全日本女子協会コミッショナーご出身おめでとう。お越し前より認定賞並びにチャンピオンベルトが贈られました。同じくフジテレビの様より目録並びに勝利者トロフィーが贈られます。見事タイトル奪還成功いたしましたアジャコング選手に大きな拍手をお願いいたします。
聞け、私が 3WA シングルチャンピオンのアジャコングだ。文句のやあるやつはいつでもかかってこい。死闘を制したアジャコングです。おめでとうございます。ありがとうございます。帰ってきたね、赤いチャンピオンベルトが。帰ってきましたね。やはりこのチャンピオンベルトを巻いてると巻いてないじゃ世界が違うでしょ。全然違いますね。この3ヶ月間本当に長かったです。ブル中野倒す時よりも、すごくすごく長かった、この3ヶ月間は。そうかね。じゃあ最後は裏剣でしたけども、あれはとっさに出たの、それとも狙ってたの？いや、もう最後の最後の、その前ので決まったって思ったんですけど、返されて、でドームで勝った技出して、それも返されて、やっぱり私には裏剣しかないなって、もう自分でそれを信じるしかないなって、自分で自分の裏剣を、自分自身を信じるしかないと思って、信じた力が全てこの拳に宿ったと思いますけど。でも勝ってなおトヨタっていうのは、いや強い相手だなと思いますか？死ぬかと思いました、今日途中何回も。アジャが、はあ、それからダイナマイト関西がこの札幌に現れました。そうですね。どうです？まあ特別なね、言葉とかはなかったですけど、やっぱりこのベルトを狙っているのは、よく分かっていますから、その辺はやっぱり、しっかり次の相手をね、関西って決まったわけじゃないですけど、やっぱり次の相手を見据えていかなきゃって、喜びに浸ってるばっかりじゃいけないなと思いますけど、でもやっぱり今日は本当にめちゃくちゃ嬉しいんで、嬉しそうだね。今日だけは本当にこの喜びに浸りたいなって思いますけど、はい、おめでとう。どうもありがとうございます。おめでとう。